ブルブアトレティコ、リーベルプレートはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの北端ヌニエス地区を本拠地とするスポーツクラブである。ホームスタジアムは隣のベルグラーの地区にあるエルモノメンタル。略称はリーベル。日本では英語読みのリバープレートという名称が用いられることも多い。白地に左肩から右下へ伸びる赤いタスキ模様のホームゲーム用ユニフォームが特徴。 通称である、リーヴルは、ラプラタ川の英語表記である、リバープレートのリオプラテンセスペイン語発音、リ、ベータイ、プリーとリバーが由来である。選手育成を重視しており、多数の有名選手を輩出している。1930年代に、サッカーの歴史上最高額の遺跡金で選手を獲得したことから、ロスミチョナリオスの異名を持つ。プロサッカー部門は、同クラブの 各部門の中でも最も際立った存在であり、現在アルゼンチンプロサッカーリーグに所属している。アルゼンチン国内における5大クラブの一つに数えられており、これまでの同リーグでの優勝回数36回を有する。また国際タイトルは合計18獲得しており、その中には4度のコパリベルタドーレス優勝と1度のインターコンチネンタルカップが含まれる。 またアマチュアで会った頃にタイトルを一度獲得している。アルゼンチンで2番目に人気のあるフットボールチームである。国際サッカー歴史統計連盟により2000年度以降4度月間世界最高サッカークラブに選出された経験も持つ。ホームゲームは6万5千人を超えるキャパシティを持つ L、モュメンタルで開催されている。同じリーグに所属するボカジュニアーズとの対戦は スーペルクラシコと称され、イギリスの新聞オブザーバーにて、死ぬ前に一度は見ておかなければならない50のスポーツイベントの一つだとされている。一方同じくイギリスの新聞座3にて、記者のアンドルーハイは、世界のスポーツで最も壮大なイベントの一つだと、評している。また CA インデペンディエンテ、ラシンクルブ、c a ん、ロレンソであるマグロとも古くからライバル関係にある。 アルゼンチンのサッカーリーグがプロリーグ化した1931年から一部リーグの座を守り続けていた。2011年に初の二部降格を経験したが、2012年に一部復帰。1908年アマチュア一部に昇格を決めた。リーベルプレート1901年3月25日、ブエノスアイレスのラボカチクにサンタロサとラロサレスの2クラブが合併する形で創設された。 そして、複数の候補の中から、現在のリーベルプレートという名称に決定された。この名称が決定した経緯は、創設メンバーの一人、ペドロ・マルティネスが、ボカの港を訪れたことがきっかけである。マルティネスが、ボカの港を訪れた際、そこで、公安労働者が、積み荷用の大きな木箱を脇に置いたままにして、仕事の自由時間にサッカーをして遊んでいた。 そしてその木箱の側面にザ・リバー・プレートという文字が印刷されているのを見た。そしてマルティスはこの文字に関心を持ち面白いと魅力を感じたのでその言葉を仲間にチーム名として提案したところ受け入れた。リバーの部分をスペイン語風の読み方でディーベルと呼びプレートの部分は英語読みでプレートと呼びスペイン語と英語の呼び方がミックスされている名称となった。 1905年、リーベルはアマチュア3部リーグに登録して本格的にリーグ参戦した。そして4年後に一部昇格を果たした。1909年シーズンからは一部リーグに参加して8月24日にボカジュニアーズと初対戦した。この試合は後にスーペルクラシコとまで呼ばれるライバル関係の幕開けの試合となった。この試合リーベルが2対1で勝利した。この時代、 リーベルもボカも、両、チームとも、本拠地は、ボカ地区であった。そして1920年シーズンにようやく初優勝を、果たした。現在、名門クラブとされるリーベルであるが、アマチュア時代のリーグ優勝は、この一度のみであった。1923年、リーベルプレートは、ボカ地区のスタジアムから、ブエノスアイレス北東のレコレタ地区へと、本拠地を移転し、 クラブが生まれたボカチクを離れることを決めた。アマチュア時代の優勝は一度のみであったが、リーベルは成績上位の常連チームで、プロ開校前の1920年代後半には、アルゼンチンフットボール界の主役の一つと目される人気チームとなっていた。1932年プロ開校で初優勝を遂げたリーベルプレート、ロスミジョナリオス、 後列右から3人目フェレーラ、前列右から2人目ペウチェレ1931年にアルゼンチンでプロリーグが誕生した。そしてリーベルプレートは1931年にカルロスペウチェレを1万ペソで獲得した。そしてさらに翌1932年にはベルナベ・フェレーラを3万5千ペソで獲得した。このベルナベ・フェレーラ獲得に用した。 遺跡金は当時としては巨額の遺跡金で世界の遺跡金の史上最高金額を更新した遺跡であった。この二つの遺跡をきっかけとしてリーベルプレートはロス・ミアナ・リオスというニックネームで呼ばれるようになった。フェレーラの遺跡は南米のクラブがサッカーの歴史上で唯一世界の遺跡金の史上最高金額を更新した遺跡であり、またこの遺跡金額はその後 世界で20年間も破られることがなかった。そして、リーベルは1932年シーズン、そのベルナベ・フェレーラが43得点を挙げる、大活躍をして、得点王となり、プロ会後初優勝、アマチュア時代を含めると、クラブとして2度目の優勝を果たした。そして、1935年には、下部組織からホセマヌエル・モレノとアドルフォ・ペデルネラが、 デビューして1936年、1937年に優勝してリーグ連覇を果たした。1938年にクラブはレコレタ地区にスタジアムを保有していたが手狭となったため本拠地を現在のブエノスアイレス北部のベルグラーの地区へ移転した。1938年5月25日には新スタジアムエスタディオモヌメンタルが小ラ落としとなり、 c a ペニャロールとの記念試合が行われた。1939年には後に、クラブの史上最多得点記録を樹立する、アンヘルラブルナがデビューした。そしてこの年、ベルナベ・フェレーラはリーベルで185試合で187得点という1試合1得点の平均を上回る高成績を残して引退した。ラマキナ左からムニオス、モレノ、ペデルネラ、 ラブルナ、ロースタウラ・マキナ左からレジェス、モレノ、ディステファノ、ラブルナ、ロースタウ1940年代は、レナト・セサリーニが監督に就任し、アンヘル・ラブルナ、ホセ・マヌエル・モレノ、アドルフォ・ペデルネラ、フェリックス・ロースタウ、フアン・カルロス・ムニオス・ヒトシ、名手が素晴らしいフットボールを見せた。器用な5人の攻撃陣が完璧な連携を見せて、 互いにポジションを変えて途切れなく動き回る様子が、優れたマシーンを彷彿とさせるその様子から、ラ・マキナと称賛されるチームを構成した。この愛称は、エルグラフィコ氏のボーラコットというペンネームだった記者、リカルドロ・レンソが1942年6月12日の CA チャカリタ・ジュニアーズ戦に6から2で勝利したリーベルの攻撃陣を見て、 まるでマシーンのようだと表現したことで広まっていった。このチームはアルゼンチンリーグ史上最強の攻撃陣を擁したチームと言われアルゼンチンフットボールの歴史において伝説のチームと称えられている。ラ・マキナを擁したチームは1941年、1942年とリーグ連覇を果たした。そして1945シーズンはラ・マキナに組織から後に 世界的スーパースターとなるアルフレッド・ディ・ステファノがプロデビューして加わり、他にクラブ最多試合出場記録を作るゴールキーパーのアマデオ・カリーソとボランチのネストロロッシュというスターもこの年にデビューした。ラマキナに彼らの活躍も加わり、ディーベルは1945シーズンの優勝を果たした。そして1947シーズンはこの後13。 シーズン監督を務めるホセミネジャが就任し、このシーズンはディステファノが27得点を挙げて得点王となる活躍を見せリーグ優勝を果たした。第二次世界大戦が終了した3年後の1948年、アルゼンチンは不況となり、給与の未払いなどの問題が各クラブで続出した。そのためアルゼンチンサッカー選手組合は最低給与の 保証などを一部二部のリーグ運営陣に求めたが、結局このような労働協約を勝ち取ることはできなかった。しかし、この事件が当時国際サッカー連盟に加盟していなかったコロンビアリーグのクラブを刺激した。コロンビアのクラブはフィーファーに加盟していなかったために、コロンビアのクラブ間では遺跡金というものはなく、遺跡金に使う分を選手の年俸に当てて、 他の国のリーグより高い年俸を供給できるようにして海外の優秀な選手を集めるという方針を取っていた。そのため高い年俸をアルゼンチンのスター選手に提示したところ、給料の未払いや地帯に憤慨していたアルゼンチンリーグのスター選手たちがコロンビアリーグへ移籍するという現象が起きた。これによりリーベルからディステファノ、ロッシなどの主力選手が退団することになった。 左からロースターウ、ワルテル・ゴメス、ラブルナ1940年代後半に、リーベルプレートは、主力のモレの、ペデルネラ、ディステファの、ロッシュが移籍したために1948年から4、シーズン優勝から遠ざかった。チームの刷新を迫られたリーベルは、ワルテル・ゴメス、サンチャゴ・ベルナッサ、エリセオ・プラド、ロベルト・サラテ、アルフレット・ペレスラ名手を大量に獲得した。 そして新加入の選手が活躍して1952年、1953年とリーグ連覇を達成して復活した。そして、後に欧州でアルゼンチン人で二人目となるバロンドールを受賞したオマール・シボリが下部組織からデビューして、ネストルロッシがコロンビアから復帰すると、この二人の活躍もあってリー・ベルは1955年、1956年、 1957年とクラブ史上初の3連覇を果たした。ミネジャ監督は13シーズン指揮して6度の優勝を果たした。1959年にはリーベル史上最大のアイドルのアンヘルラブルナが515試合で293得点というクラブ最多得点記録を残して対談した。リーベルは40年代に続き素晴らしいフットボールを見せ優勝回数では ラ・マキナの時代を上回るごどの優勝を成し遂げた。1950年代のこのチームはラ・マキニタと呼ばれた。しかしその後18年間リーグタイトルから遠ざかった。1960年代はアマデオ・カリーソ、エルミンド・オネガ、オスカル・マス、ルイス・クビジャ、ロベルト・マトスサスなどの名手を擁していたが、国内リーグでは無冠に終わった。10年間で成績が2位の時が8度あり、 優勝まで一歩届かぬ年が続いた。国際舞台でも1966年にコパリベルタドーレスで決勝まで進むが、CA、ペニャロールに敗れ、国内でも国外の大会でも無冠に終わった。1970年に下部組織からノルベルト・アロンソとファン・ホセ・ロペスがデビューした。そしてリーベルは1974年にダニエル・パサレラ。 ウワルド・フィジョールの名手を獲得した。これら新しい選手たちがチームの核となっていった。そして、1970年代に入ってからも5年間、さらに無感の状態が続いていたが1975年、アンヘル・ラブルナが監督に就任してようやくメトロポリターノに優勝し、長い長い間伐期を出した。この優勝は実に18年ぶりのタイトル獲得だった。 この18年ぶりに優勝を決めたシーズンの最終節のホームゲームは10万人の観客を動員し、これはクラブ史上最多の観客動員でいまだに破られていない。そして続く同年のナシオナルにも優勝して、この年は2冠を達成した。この時代のチームには、司令塔、ノルベルト・アロンソ、フアン・ホセロペス、ダニエル・パサレラ、ウバルド・フィジョールの他に、レーナルド・メルロ、 レオポルドルケ、オスカルマス、ロベルト・ペルフーモ、カルロス・モレテ、アレハンドロ・サベーララがいた。その後、リーベルは1977年シーズンのメトロポリターノに優勝した。そして、リーベルは1979年にはメトロポリターノとナショナルに優勝し、再び2期連続優勝を果たして2冠を達成した。しかし、国際舞台では1976年に、 コパリベルタドーレスで決勝まで進んだが、クルゼーロ EC に敗れ、1978年は準決勝ラウンドまで進んだが、ボカジュニアーズに敗れた。それでも1970年代の後半は5度の国内リーグでの優勝を果たし、18年間無冠に終止符を打った後に素晴らしい時代を築いた。 1986年、コパリベルタドーレス優勝1986年12月14日、東京で世界チャンピオンになったリーベルプレート1980年シーズンはメトロポリターノに優勝し、これにより1979年から1980年にかけて3期連続優勝を達成した。ラブルナは監督として、クラブの復活に貢献し6度の優勝を果たして退任し、 1981年、アルフレッド・ディステファノが監督に就任した。そしてライバルのボカ・ジュニアーズが、ディエゴ・マラドーナを獲得したことに、危機感を抱いたリーベルは、対抗策として、マリオ・ケンペスを獲得した。他にリーベルは、アメリコ・がジェゴとフリオ・オラルティコ・コエチアムを獲得した。メトロポリターノでは、ボカが優勝をしたが、1981年ラシオナルに優勝し、 雪辱を果たした。しかし、優勝後、ケンペスは1シーズンでチームを去った。この時代のチームには他に、ラモンディアス、レーナルド・メルロ、ダニエル・パサレラ、アルベルト・タランティーニ、ウワルド・フィジョール、オスカル・オルティスなどがいた。国内で3期連続優勝を達成したり、1978年のワールドカップ優勝メンバーを数多く揃えていて、レベルの高いチームであったが、 コパリベルタドーレスでは優勝できなかった。1982年のコパリベルタドーレスは準決勝で敗退した。そして1982年にケンペス、パサレラ、ディアスラ主力が欧州のクラブに移籍するとチーム力が低下した。1983年にエンツォ・フランチェスコリを獲得し、 ノルベルト・アロンソが復帰したが成績は上がらず、1983年には18位となり2部落ちの危機に陥った。しかし、翌1984年に、エクトル・ベイラが監督に就任すると、チームを立て直し1984年ラシオナルで2位となり、1985から86シーズンには4年振りとなるリーグ優勝を果たした。そして、 フランチェスコリはこのシーズン25得点を挙げて2度目の得点王に輝いた。この後7月にフランチェスコリがら新クラブドパリに移籍したためにリーベルはエースを失って1986年7月からのコパリベルタドーレスを戦うことになった。しかしリーベルは好調を維持して順調に勝ち進んだ。そんな中これまでチーム得点王となり活躍していたラモンセントゥリオンが 準決勝ラウンド最終戦で退場処分を受けた。そのため彼の代わりに決勝戦でフアン・フネスが先発起用されたがフネスは第1戦、第2戦ともに得点する活躍を見せてヒーローとなった。他に主力の司令塔アロンソとアントニオ・アルサメンディの活躍もありリーベルプレートはアメリカで狩りを下し初優勝を果たした。そして12月14日には東京で FC ステアウアブカレスト1-0で下し、インターコンチネンタルカップにも優勝を果たし初の世界王者に輝いた。この1986年シーズンは国内リーグ、コパリベルタトーレス、インターコンチネンタルの三冠を達成した。翌年にはコパインテラメリカーナでも勝利した。このチームにはアロンソ、アルサメンディ、フネスの他にアメリコがジェゴ、オスカルルジェリ、 ネリー・プンピード、エクトル・エンリケ、ネストル・ゴロシートなどがいた。アルサメでは1986年シーズンに南米年間最優秀選手賞を受賞した。リーベルは世界一になった後、中心選手のアロンソ、ガジェゴは引退し、ルジェリ、プンピード、アルサメンディ外籍してチームの大刷新を迫られたが、うまくいかなかった。下部組織出身のクラウディオ・カニーヒアや、 ペドロトログリオが在籍し、アベルバルボ、ガブリエルバティストゥータ、ホルヘダ・シルバ、セルフィオ・バティストなどの優秀な選手を補強し、他に、ダニエル・パサレラが欧州から復帰したが、うまくいかず、再びリーグ優勝するのに4年の歳月を費やした。90年代前半は、ダニエル・パサレラが5年という長期間にわたり、監督を務めた。パサレラは、現役引退後、 1989から90シーズンに即座に監督就任すると、たちまち優勝した。リーベルにとって4年ぶりの国内リーグタイトル獲得だった。新加入のラモン・メディナベージョ、ルーベン・ダ・シルバ、エルナン・ディアスと、下部組織出身の若手のレオナルド・アストラーダ、グスタボ・サパタなどが活躍した。しかし、1990年のコパリベルタ・ドーレスは、 準決勝でバルセロナ SC に敗れた。そして1991年にラモンディアスが欧州から復帰した。1991から92シーズン前期に彼が得点王となる活躍を見せリーベルはこのシーズン優勝を遂げた。その後1993年にラモンディアス、グスタボ、サパタ、ラモンメディナベージョラ主力が横浜マリノスに移籍した。 チーム力の低下が懸念されたが、下部組織出身のアリエル・オルテが、エルナン・クレスポラ若手と復帰したセルヒオ・コイコチェアが、活躍をして、リーベルは1993から94シーズン、前期に優勝を果たした。パサレラは、若い選手を積極的に起用して育て、彼が指揮した5シーズンでリーベルは3度のリーグ優勝を、果たした。パレラが退任した後に年、 アメリコがジェゴが監督を引き継いだ。1994年、エンツォフランチェスコリが欧州から復帰して、得点王になる活躍を見せ、新加入のロベルト・アジャラ、ヘルマン・ブルゴスらも活躍してリーベルは1994から95シーズン前期に優勝した。このシーズンは、クラブ史上初となる、無敗優勝を達成した。90年代後半は1995年に、 ラモンディアスが監督に就任し、5年の長期にわたり、監督を務めた。リーベルは、エンツォ・フランチェスコリが、キャプテンとして、チームを牽引し、それに加えて若い才能ある選手が大量続出して、黄金時代を築いた。下部組織出身のアリエル・オルテガ、エルナン・クレスポ、マテアス・アルメイダ、マルセロ・ガジャルドに加え、サンティアゴ・ソラーリ、フアン・パブロ・ソリン、 セルソアジャラなどの選手が入団して活躍し、1996年1 0年ぶりにコパリベルタドーレス決勝に進出してアメリカで狩りを下して南米王座に帰り咲いた。同年に東京でユベントス FC とインターコンチネンタルカップで世界一をかけて対戦したが0から1で敗戦した。その後、クレスポ、 オルテガ、アルメーガラ主力が欧州に移籍しチーム力の低下が懸念されたが、マルセロ・サラス、フリオクルスが遜色ない活躍を見せ、1997年にサンパウロ FC を下し、スーペル・コパス・ダメリカーナに優勝した。サラスは1997シーズン、南米年間最優秀選手賞に輝いた。国内リーグでは1996前期、 1997後期、1997前期に立て続けに優勝し、16年ぶりの3連覇を達成した。フランチェスコリー引退後もクラブの勢いは衰えず、その後も、下部組織からパブロ・アイマール、ハビエル・サビオラなど若いタレントが活躍し、またフアン・パブロ・アンヘル、マルティン・カルデッティ、マリオ・ジェペス、ディエゴ・プラセンテなどを補強して1999から、 2000シーズン前期に優勝を果たした。このシーズン、サビオラは18歳で、得点王となる活躍を見せ、史上最年少で、南米年間最優秀選手賞を受賞した。1999年に、ラモンディアスは退任したが、彼が指揮した5シーズンでリーベルは4度のリーグ優勝を果たした。世界一は逃したが、リーベルプレートは1990年代に、国内リーグで、 通算8度優勝した。コパリベルタトーレスでは1996年の優勝の他に1990年、1995年、1998年、1999年に準決勝まで進出した。リーベルプレートは20世紀最も多くアルゼンチン国内リーグを優勝し他の大会で獲得したトロフィーを合わせた総計も最多で。 国際サッカー歴史統計連盟のランキングで、アルゼンチンのクラブでは20世紀1位となり、世紀のチャンピオンとして20世紀を終えた。2000年代の前半は90年代からの勢いが止まらず優勝を重ねた。監督の交代が頻繁に起こり、なおかつ、欧州クラブの若手選手の青互いが進んで、主力選手の入れ替えが激しくなったが、欧州から、 アリエル・オルテガとマルセロ・ガジャルド・ラ・ベテランが復帰し、下部組織からアンドレス・ダレッサンドロ、フェルナンド・カベナギ、マルティン・デ・ミチェリス、ハビエル・マス・チェラーのら優秀な若手を輩出し続けて優勝を重ねた。2000年にアメリコ・ガジェゴが監督就任し、リーベルは1999から2000シーズン後期にサビオラ、アイマール、 アンヘルの攻撃トリオが引き続き活躍をして優勝し、連覇を達成した。その後、アリエル・オルテガがチームに復帰し、この攻撃トリオは、2000から01シーズンからラモンディアスが監督復帰して、オルテガと下部組織出身の二人、アンドレス・ダレッサンドロとフェルナンド・カベナギを先発起用して、新しい攻撃陣を形成した。他では、 中盤にエステバン・カンビアスソを補強し、守備ではマルティン・デ・ミチェリスが成長して、その結果、2001から02シーズン後期にリーベルは2年ぶりの優勝を果たした。2002から03シーズンからはマヌエル・ペレグリーニが監督就任した。リーベルは中盤にルイス・ゴンサレスを補強して、ダレス・サンドロ、壁ナギの攻撃陣が変わらず活躍したので2002から03。 シーズン後期に優勝した。翌2003から04シーズンは、レオナルド・アストラーダが新監督となり、司令塔、マルセロ・ガジャルドが復帰して、壁なぎ、マクシミリアーノ、ロペス、マルセロ・サラス、ハビエル・マス・チェラーノラが活躍してリーベルは2003から04、シーズン後期に優勝をした。2000年代の前半は、国内リーグで4度優勝した。国際舞台でもコパリベルタドーレスで2004年と、 2005年に準決勝まで進んだ。しかし、2000年代後半から勢いが落ち始めた。2005シーズン、ゴンサロイグアインが頭角を表し、2006年にオルテガが復帰したが優勝できず、結局、2004年の優勝から4シーズン無冠が続いた。そして、2008シーズンにディエゴシメオネが監督に就任すると2007から08後期リーグに、 オルテがラダメル・ファルカオ、アレクシス・サンチェス、ディエゴ・ブオナ・ノッテラのタレントを要して4年ぶりの優勝を果たした。これでリーベルは復活したと思われたが、この優勝を最後に再び低迷を始める。株組織から1990年代から2000年代前半のような優秀なタレントの輩出が減ったことの他に、長年アルゼンチンの名門クラブとして君臨してきた。 リーベルだったが1991年にホセマリア・アギラールが会長に就任してからクラブは経営危機などの問題を抱えるようになっていた。その中にはクラブがバーラブラバへ利益を与えるという癒着構図も存在していた。2007年にはゴンサロイグアインの遺跡で得た利益を奪い合ってバーラブラバ同士の派閥闘争が起こり、 その中のメンバーが銃で殺害される事件が発生した。こうした経営危機やサポーターの暴力問題を抱えた状況下でクラブは低迷を脱することができず、クラブ史上初となる2部リーグ降格の危機に直面する事態へとなっていった。2008から09シーズンの全キリーグでは、クラブ創設以来107年の歴史で史上初の最下位に沈んだ。 優勝した次のシーズンが最下位という、誰も予想しない成績となった。さらに2009から10シーズンも、前期14位、後期13位と大不振が続き回に終わった。2014年、コパスダメリカーナに優勝して17年ぶりに、国際タイトルを獲得した、リーベルプレート2010から11シーズンは調子を、取り戻し2010シーズン前期は4位だったが、2011、 シーズン後期は最終節で敗れ9位となり、これにより国内リーグの過去3年間の平均獲得ポイントでクルブオリンポーに逆転され、2部リーグ4位の CA、ベルグラーノとの一部2部入れ替えプレイオフへ回ることになった。アルゼンチンリーグは過去3シーズンの平均勝ち点によって降格チームを決めるため、リーベルの2010から11シーズン成績は前期4位。 後期9位で降格するような順位ではなかったが、2008から0級シーズン前期の再開や2009から10シーズンの大不振の成績が響きこれを挽回できなかった。CA ベルグラーノとのプレイオフ第一戦では、サポーターの試合途中の乱入で20分以上のロスタイムが取られる異常事態が起きた末、結果は2から0で敗北。 ホームで迎えた第2戦では2点差以上の勝利が必要だったが、またしても観客が暴動を起こし後半44分で試合が打ち切られ1から1で引き分けた。このプレーオフ敗戦により2011年リーベルプレートはクラブ史上初の2部リーグ降格が決定した。この試合には2200人の警官が動員されていたが試合後も暴動は収まらず、 アルゼンチン当局によると68人が負傷した。リーベルが2部リーグで戦うことになり、当初2部のテレビ中継はこれまで通り有料のケーブルテレビのみの予定であったが、アルゼンチンのサッカーファンの約30%がリーベルのサポーターという背景もあり、地上波の国営放送でも放送されることに変更され、一般市のスポーツ欄やスポーツ紙にも2部リーグの 試合日程が大きく乗せられるなど、アルゼンチン国内において、これまでになく2部に関する情報量が増加する、現象が見られた。2012年シーズン、初の2部での戦いとなったリーベルは、名門相手に金星を狙うモチベーションあふれる、対戦相手に苦戦を強いられるも、最終節に、元フランス代表 FW、ダビド・トレゼゲの2得点によって、 クルブ・アルミランテ・ブラウンを下し優勝を決めて、1年で一部復帰を果たした。そして、ラモンディアスが2012年に3度目の監督就任を、すると見事にチームを強豪によみがえらせ、それを境にリーベルは再び、黄金期に入った。2014シーズン後期リーグに優勝し、そして年間優勝決定戦でも前期リーグ優勝の CA3。 ロレンソであるマグロを破り8年ぶりのリーグ優勝を達成した。この年、国内リーグでは31試合無敗記録を作り、クラブ新記録を樹立した。そして2014年、マルセロガジャルドが引き継いで、監督就任した後も校長は続き、この年はコパスダメリカーナでもアトレティコナシオナルを下し、初優勝を果たし、これは17年ぶりの国際タイトル獲得だった。そして、 翌2015年シーズンは、レコパスダメリカーナでサンロレンスを下して初優勝し、続いて、コパリベルタドーレスでもワンル、ティグレスを下し19年ぶりに優勝し、リーベルプレートは3度目の南米王者となった。2シーズンで3つの国際タイトルを立て続けに獲得し、南米で名門復活を果たした。このチームには、テオフィロ、グティエレス、フェルナンド・カベナギ、ロドリゴ・モラ、 カルロス・サンチェス、レオナルド・ポンシオ、マティアス・クラネビッテル、ラミロ・フネス、モリ、マルセロ・バ・ロベロ、ルーカス・アラリオなどがいた。グティエレスは2014年シーズン、南米年間最優秀選手賞を受賞する活躍を見せた。リバープレートユニフォームリーベルプレートのファーストユニフォームのデザインが決まったのは1908年である。ある夜、カーニバルが行われて、 それが終わりに近づいていた。そこに古い自動車が一台あって、その車内の後部に赤い絹のリボンが乱雑にかけられていた。そこにいた五人の若者の一人、エリサ・ペシレは、ちょっとした悪ふざけから、それを盗むことに決めた。しかし、一方で密かな動機もあった。そのリボンを自分たちのチームの白いユニフォームの上につけて、 自分たちのユニフォームに特徴をつけようと考えていた。それで、その赤い絹のリボンを斜めに貼り付けることに決めた。こうして、おなじみの赤いタスキ掛けのユニフォームが生まれた。そして、このユニフォームが赤いタスキのデザインに決まったのは、聖ホルヘのシンボルの白地に赤い十字のデザインが関係しているという説も伝えられている。聖ホルヘは、 イタリアのジェノバの街の守護聖人で、ジェノバの旗は白地に赤い十字のデザインである。リーベルプレートの創設メンバーのほとんどは、ジェノバに祖先がいて、そのため、リーベルプレートのユニフォームは、赤い十字ではないが、白地に赤いラインというデザインはこの旗に似ているので、この旗を模して、ユニフォームのデザインにしたのだと言われている。リバープレートユニフォームリーベルプレートファン、ブエノスアイレスでも、 有数の高級住宅街に本拠地を構えることも関係して、ボカジュニアーズのサポーターよりも裕福な階層のサポーターが多いと言われている。アルゼンチンでボカジュニアーズに次いで2番目に多くのサポーターがいる。アルゼンチンのサッカーファンの約30%はリーベルのサポーターである。リーベルプレートサポーター2015年、当クラブは FIFA クラブワールドカップに出場し、 12月16日に大阪長居陸上競技場でサンフレッチェ広島開始と対戦20日には横浜国際総合競技場で FC バルセロナとの決勝戦を迎えた。期間中に来日したリーベルサポーターは1万5000人から2万人に上る。リーベルのサポーターは試合前日にバンデラス総を行う習慣がある。 日本でも試合前日の15日及び19日に、道頓堀エビス橋や代々木公園などで行われた。17日には、トークラブのサポーターと見られる男3人が、大阪市中央区道頓堀のコンビニで万引きを行い、犯行に気づいた、店員2人が男1人を取り押さえると、男3人は、仲間と思われる男十数人と共に、店員2人に殴る蹴るの暴行を加え、 軽承を追わせて逃走した。リーベルプレートの最大のライバルはボカジュニアーズである。この2チームの対戦はスパークラーシッコと呼ばれ、アルゼンチンで最も関心を集めるクラシッであり、最も権威のあるダービーマッチである。現在はアルゼンチンのみならず、他の南米諸国でも高い関心を集める南米を代表するダービーマッチである。平均視聴率は ゼロ年代は、毎年、だいーセ40%前後を記録していた。しかし、2015年5月3日のクラシコの視聴率は32.4%、2015年9月13日のクラシコは33.6%であった。他に CA インデペンディエンテ、ラシンクルブ、c a ん、ロレンソでアルマグロとのビッグ5同士の対戦も、クラシコと呼ばれ、関心を集める。 リーベルプレートのマスコットは1984年から5年間はライオンであった。これは、ボカジュニアーズをはじめとする他チームのサポーターがリーベルプレートのことをガジーナと散々にからかっていて、それを不愉快に思っていた当時の会長が絶対に鶏の愛称を根絶するという固い決意を持ち、チームにつけられたイメージを払拭するたしかし、 会長の想像以上にボカなど、ライバルチームにとって、リーベルのことを、鶏と呼ぶ風習が根深く定着していて、会長の目論みは、失敗に終わりライオンのイメージも定着しなかった。そして、5年後、会長がクラブを去るとこのライオンのロゴも使用されなく、なった。そして現在リーベルプレートのサポーターの一部の、人々は、ボカジュニアーズなどに買われていることに開き直り、 逆手に取ることに決めて、鶏の格好に奮して、観客席で応援するなどしている。リーベルプレートは1966年のコパリベルタドーレス決勝で逆転負けをして敗北した。その後に、国内リーグのアウェーの CA バンフィールドとの試合の際、リーベルの選手が入場してきた時、バンフィールドのサポーターが、観客席から赤いタスキの布を巻きつけたメスドリを、 リーベルの選手に向けて、ピッチに投げ入れた。それ以来、リーベルの選手とサポーターたちは、他チームから、ガジーナスと呼ばれてから買われるようになった。また、リーベルのスタジアムのエルモヌメンタルも他チームから、エルガイオナロとからかわれるようになった。エスタディオモヌメンタルリーベルプレートのホームスタジアムは、エスタディオモヌメンタル、アントニオベスプチオリベルティ通称、エルモヌメンタルである。 現在の収容人数は6万1321人である。アルゼンチン代表のホームスタジアムとしても使用され、1978年のワールドカップ決勝の試合もこのスタジアムで行われた。アルゼンチンで最も大きなスタジアムである。最多観客動員の試合は、1975年シーズンのメトロポリターノで18年ぶりにリーグ優勝をしたシーズンの最終節。 タイラシンクルブ戦で2カラレーで勝利して10万人が来場した。2番目が1954年シーズンのボカジュニアーズ戦の9万人、3番目が1986年と1996年のコパリベルタドーレス決勝が行われた試合で、共に8万5千人が来場して、対戦相手は共にコロンビアのアメリカデカリだった。リーベルプレート女子。 ホッケーチームスペインのマドリードに本拠地を置くラーヨバ・バジェカーノはリーベルプレートへの憧れからユニフォームを赤いタスキに変更した。1952年にリーベルプレートがマドリードを訪問した際にラーヨバ・バジェカーノとの交流が生まれ、ラーヨバ・バジェカーノはユニフォームを赤いタスキ。ボリビアのポトシに本拠地を置く CA ナショナルポトシはリーベルプレートへの憧れから ユニフォームのデザインを白地に赤たすきのシャツ、黒パンツにして、リーベルプレートと全く同じにしている。また、アルゼンチン国内では、サルタ州にリーベルプレートでエムバラカシオンという名前も、ユニフォームのデザインを全く同じにしているクラブがある。また、リーベルプレートは、元エクアドル代表サッカー選手アルベルト・モンターニョの推薦により、エクアドルのグアヤキルにリーベルプレートと提携する。 クラブが創設されることに合意した。それにより、グアヤキルに2007年、CD リーベルプレートエクアドルというクラブが誕生した。日本でリーベルプレートジャパンという公式のサッカースクールを設立し、活動を行っている。ありがとうございます。